い、続きまして、正隆さんです。お疲れ様です。いつもの配信お疲れ様です。正隆と申します。質問です。毎年直そうとは思っていることがあります。それは左手甲が折れて、トップ、インパクトは折れたままボールを包み込むように打っています。左手甲を折らずに打つと、弾道が低く引っかかるので、毎年戻して、戻してしまいます。直した方がいいですか？ハンデはシングルです。左手甲が折れない練習方法があれば、ご教授願います。左手甲がどっちに折れるの？甲ってこと？こっちってこと？多分そうだと思いますよ。ってことはオープンになるってこと？うん、オープンフェース。左手甲がトップインパクト、折れたままボール、あれか、フレットカプレスみたいなもんか。で、僕ね、ちょっとフックグリップ気味だったら、全然あれだと思う。いいと思う、むしろ。シングルハンドでしょ、うん、いや、フェースの使い方うまいんじゃないですか。まあ、だろうね。だから直す必要ないし、うん、それで、あの、なんだっけ、あの、まっすぐにしたらさ、もうその時点でさ、あの、かぶるって言い方、グリップ変えたらね、うん、まあ、そうだね、まあ、多分直さなくていいと思うんだけど、左手甲を例えば折らない練習方法があれば、だから折らない練習方法というか、ウィークで握って球を捕まえれれば折れない。ウィークですよ、こう。でも、この人がだからフックグリップだった時点でもう、うん、あの、折れて当たり前ってことでしょ。そうです、うん、フックグリップだ。逆に俺みたいにフックで握ってるのに折れないからシャッターが強くなったりの話だからそうですよね、こんだけフック握ってるのに、うん、トップになったらこういうのになって、だから脱線上手みたいになっちゃってるってことだから。一緒にしないでダスティン・ジョンソンはこうやって右肘も締めてくるからこうなんだけど、いや、じゃあ今度じゃあやって、そのくらい。なんで？いや、だからダスティン・ジョンソンはこうやってフックで、フック俺と同じようなフックよ、まあ、いやちょっと違うけど、ダスティン・ジョンソンはこっちの、いや、でもフックはフックよ。フックをね、こうやってこうやってするってことは、で、しかもダスティン・ジョンソンはもう右肘が下向いたさ、こうきっちりしたやつじゃない。で、これが俺がキュンって外しちゃうから、俺はこういう気持ちがなるけど、まあ、こうやってできたらダスティン・ジョンソンのシャットと一緒ぐらいの上向いてるってことでしょ。そうっすね。まあ、これはいいんだよ、別に。ということで、まあ、この人のグリップ次第だよね。グリップ次第。グリップが、ストレートとかウィークであれば、折れてはまずいけど、フックグリップだったらもう折れて当たり前ってことでいいよね。で、練習方法はまあ、ない。だからウィークで、ウィークだよ、ウィークでドロー、ドローだよね、ウィークでドロー、ね、イメージだけはできるから左手一本はできるからね。はい、続きまして、124-1110さんね、教祖小暮氏こんにちは、初めて質問します。初めて。半年ぶりに練習行きました、はい、めちゃくちゃ調子良かったですと、うん、で、ふと気づいたんですが、アドレスでグリップと打った後のフィニッシュのグリップが変わってしまってます、はい、フィニッシュの時のグリップでそのままアドレスするとかなりフェイスが被ってしまいます強度も小暮しもこうなったりしますか、よろしくお願いします。これね、あのね、連続打ち検証を見てもらいたい。いつの動画が忘れちょっと前にやったよね。まあ、あのね、連続打ちやったじゃん、あのね、俺ジャモさんに怒られた。なんで？ゴルフに連続打ちの競技があんのかってスイング壊すだけだってだから、まあ、それはいいと。だって お互いおかしくなったじゃん。うん、いや、だから、うん、バカかって言われた。それね、見られてたの？見られてるわけないじゃん。じゃなくて、まあ、ちょっと違う話でそういう話になったんだけど、うん、連続打ちって、うん、まあ、なんか今あのテレビとかでもさ、うん、やってんじゃん、うん、あのターゲット狙って連続打ちでとかって、うん、ゴルフにそんなあの一瞬の隙もなく連続打ちする競技なのかって、ゴルフは、うん、こんなことやったらあのスイング壊すだけだって。2回も言いましたけど、2回言いましたね言われた。いや、ちょっとそのぐらいね、強調しないとね、うん、いや、ダメっすよ。それ言われた。だから連続打ちは何のあれもない。ただ、要は俺らはさ、ボールがあの同じところでこうやって打ってるわけじゃないから、はいはいはい、動いちゃってるから余計ゴルフではないわけ、はい、全然ゴルフじゃない。ゴルフっていう競技じゃなくなっちゃった。ただあれ、遊んでただけじゃん。いや、お前が変なこと言い出したからね。何それ、これ何連続打ちしましょうよとかって言い出したのお前だから。普通、それだから誰かが言ったんじゃない。質問コーナーじゃない？連続打ちどうなんですかとか。ああ、そうか。だから検証しますじゃない、うん、そういうことだったっけ。
でまあそれはそれでいいんだけど、だからあれはフィニッシュの時グリップが変わりますか？変わる。お前変わる。だって握ってないんだもん、大体は。大体走らしちゃうから変わって。いや、でもさ、俺ほど変わってないでしょ。そりゃそう。そりゃそう。いや、俺なんであんな変わるんだろうね。まあ、握ってもいいですよ。これ誰の？まあ、とりあえずあるって感じから、そんな聞かないで誰のとか。うわ、ふて。こうやって握って、こうやって使っちゃうから。うん、だから、多分俺のスイングあの、こっちに抜けてるのを見ればわかると思うんだけど、フェイスこうなってっから。本来だったらこうなのよ。グリップ通りの握りでフィニッシュ取ったらこうなんだけど、俺の場合こうなってるってことはどれだけフック強いか分かるよね。フェイス閉じられてるから。だからこうなるから、戻したらこうなる。打った後はかぶ、戻しだから打った後はかぶってるってこと、ね、そう、俺はね。だから多分この人もそうなるっていうと思う。で、打った後のグリップ見たら綺麗なストレートのフックグリップなのよ。なんでそれで打たないの？握れないじゃ握んなくていいじゃん。いや、握れなかったら、だって球しばけないでしょうよ。パーンって握るからしばけんの。俺ね、握るとね、バックスイング上がんないの。いや、小暮の場合はね、だからヘッドの利かし方がこうだから、こうだから、あんまりにも握ってたらこうならないから。だから、俺の場合はここだけだから。パーンってこうやって、ここでカーンって絞るみたいなもんよ、タオル。雑巾絞りをカーンって自分でタオルって言いましたね。ぐらいの感覚が、のグリップ力がないと、球しばけない。だから小暮みたいにこんなさ、まあ、立尾さんとかもさ、よくさこうやってやるけど、イメージ的にね、カーンってやるけど、そういうだからローテーションの感覚があんまりないの。前にも言ってんじゃん、うん、俺あんまりこういうローテーションの感覚は持ち合わせてないって、うんうん、でもカッて締めるの。すげえ。カッて。あ、そうなの、うん、一回やってみようかな。そしたらバカーンっていくバカーンっていくよ、ほんと。でもこれ宮下教の人さ、みんなさ、パーンってね、いや本当にそのくらいの感じよ。だからこうやってさ、雑巾もさ、こうやって絞るのにさ、どれが力入るかってやったらさ、もう最初から力入れたのグッてやるよりも、ある程度握って有力したのをカーンってやった方がカーンってやった方がグーって絞れるでしょ。その感覚をインパクトにギューッて与えてあげる。だから、まあ、この人の質問は、はい、まあ、小暮も多少変わる、俺も変わる、はい、ってことは、まあ、本来だったら変わんないぐらいが理想なのかな、分かんないけど。俺ね、でもジャンボさんとか見ててもさ、フィニッシュしてこうやって戻したって別に変わってないよね。ジャンボさん変わってないと思う。変わってないよね。だってさ、あの握力でさ、変わるわけないじゃん。ね、60ぐらいあるのに。まあ、握力関係あるかどうか分かんないけど。関係あるでしょ。だって動かないんだもん、グッて握ったら。まあ、僕なんか握ってないからさ、パーンってこうやる感じだからさ。でも握力ない女子だってさ、そんなに動かない人は動かないから。ああ、そうかも。でも使い方じゃない、うん、特に俺なんかバックスイング上げるときにここグッて握り直すからね。どこで言ってんの、こうって。いや違う違う、こうはやってないから。こっち、ここを握り直してるだけだから。いえ、そうなんだ。うん、っていうことで俺と小暮は、うん、多少ちょっとやっぱりフェイスの角度変わりますよ。変わっちゃうと、もうしょうがないですもん、うん、なんか昔からだもん、あ、変わるんだと思う。それがダメなのかとは思ってないんだけど、うん、いいのか悪いのかも分かんないけど、でも変わってますよっていうことで、うん、野球の時からもうバーッとだったから、もう走らせたタイプだったから。いや、もうその走らすタイプが分からないんだよ俺は。いや、俺は握るタイプが分かんない。カッて、だって握ったらパンチショットみたいな。いや、野球もそうだけど、ここで打ったあのインパクトしたものを押すんだから、パーンってこういう感覚ないの俺、昔から。だからあのセンターから右しか打てないじゃん。いや、そんなことない。そんなことだってインコースは絞ってくれゃいいんだから、立てて、なんか強こんなことしない。インコースこんなんやったら、ここにしか飛んでない。強本みたいな動きしますね。強本みたいな。野球のインコースは立てて。いや、そりゃそうでしょ、立ててバーって振ってけ、でポイント前にしてあげるっていうことで、まあ、いいかな。はい、続きまして、安藤さん、はい、楽しく視聴しました、信者番号12です。そうなんです、安藤さん、ね、あれなんです、若いんですよね、うん、番号。小暮氏の発言に対して質問なんですが、なんか言った俺。いや、クラブのことね。自クラブとメジャークラブって、どこからどこまでと認識されてますか？14はどっち？マスダゴルフも自クラブ、うん、ゴルフ人口減少を食い止めるには、うん、やはり取っかかりが大事だと思いますが、うんうん、そうなるとパターゴルフや、う
以前にご意見を伺ったショートコースの大切さが大事だと思いますと、やはり京都監修のショートコースを期待します。資金ですか、ロト6やビッグもありますよだってワンチャン狙うということで、ジクラブってどこ、ジクラブとメジャークラブってどこからどこまでって認識されてますかって。これね、これ答えに困る。え、答えに困る。困る、うん、困らないでしょ。なんでだってメジャーなんかもうあの何個しかないじゃん。まあね、水野、じゃあ14、水野、ブリヂストン、うん、まあ俺ね俺の、うん、俺のイメージね、うん、水野、ブリヂストン、テーラーメイド、キャラウェイ、ヤマハ、うん、ヤマハの新興メーカーかな、どっちかって言ったら、で、ホンマがメジャーかな、うん、あとはだからジクラブってさ、最近の言葉じゃん。だからジクラブ、だからでもさ、ジクラブの人たちってジクラブって言われて嬉しいのかな。ジクラブじゃねえしって思っちゃうんじゃない、思うのかな。だから俺、ね、ちょっと、ね、この質問答えはね、うん、だからもう分かんない、ツアーで使ってる、うん、プロゴルファー、要するに賞金ランキング、うん、いや、っていうよりもさ、途中でやめさせないで、ちょっと待って、何、あのジクラブって、まあ、あの言葉は今ジクラブしか思いつかないけど、ジクラブって言われてるクラブのを持ってるとか使ってる人たちは、うん、R&A とかに、うん、あの申請してるのかな。してるでしょ、だからクラブとして成り立ってんじゃん。ああ、そうかそうか、うん、ちゃんと登録出してんだ。絶対出してると思いますよ。送って反発ケース測ってってやってんだ、うん、じゃあちょっとジクラブのあれがわからないな。そう、だからすごい言いづらい、だから分かれないでしょ、うんうん、だってちゃんと申請取ってるんだもん。そうだよね、うん、だから僕が今言おうとしたのは認識でしょ。だから今の男子のプロゴルファーで賞金ランキングっていうか、いや、シード選手が使ってるクラブはもう僕はジクラブじゃないと。新婚メジャークラブだと。だっていいところから使ってるから、だからメジャークラブって言い方で、うん、ジクラブの境目でしょ。だそもそもジクラブって何で、誰が言い出したのジクラブって。どうせマスコミでしょ。だってそういうことはだってマスコミしか発信しない。だからその土地土地の人たちのトップ、うん、あのアマたちが使ってるのがジクラブって言われてるわけでしょ、うん、だから茨城だったら茨城の人たちが、うん、そこにあるショップ の,、うん、あの有名なクラブを茨城のトップアマたちが使ってみたいなのでジクラブっていうのことでしょ。で千葉だとこういうメーカーねみたいなことで始まったんだし、だから知らない、見たことないヘッド。でも最近多いよね、一緒に回る人たちでも。待って、小暮が知らないってことは俺なんか絶対知るわけねえじゃん。そう、います。俺だって5大メジャーとか6大メジャーのクラブ以外知らないもん。だからこういう質問来る。でも飛ぶよね、みんなね。飛ぶんだよ飛ぶよね。ジクラブは飛ぶっていう頭になっちゃってる俺。まあ実際飛んでる人多かったもんね、うん、まあでも境は分からない、ね、境分かんないもん。だって自分そのなんていうの、その地元密着でさ栄えてたらさ、みんな使ってたらさ、ジクラブ簡単に言ったらさ、多分量産してるのがメジャーなんじゃないので、ジクラブと呼ばれるのは、うん、要は一個一個を作るわけじゃん。え、そうなの。だから量産してないでしょ。だって全国展開してないでしょ、ジクラブって。ああ、そういうこと。全国展開かしてるかしてないか、ジクラブじゃないの。なんか今答えまとめましたね。だってそれ以外だってあの、くくりようがないかなと思ったんだけど、うん、だって大体さっき言った主要メーカーは全国展開してるでしょ、うん、で、ジクラブに関しては全国展開してるとこ少ないんじゃない。だって俺ら知らないんだから、うん、っていうくくり分けが今のところ俺らの思ってるっていう感じ、うん、ありがとうございます。言っとけばいいよね、はい、っていうことでいいかな、安藤さんね、はい、どうする、あと1個ぐらい言っとく。はい、はい、ジャンボファン大分さんです、はい、ライブ配信次回は告知をよろしくお願いします。いつにしましょうか
いや、まあそれはだって、だからライブ配信なの。そうなんだよ。いきなりやる。ゲリラライブ配信だから、うちらは。あ、ゲリラつけちゃった。うん。ちょっとマニアックな質問ですが、はい、ジャンボさんの百姓パーティーの時、教祖は小暮さんはどの席で、どの辺の席で、当日はどんなことをされてたのですか。また映像に映ってましたか。もし映っていましたら、もう一回見直したいと思いまして、ということなんだけど、百姓の時はね、もう俺はステージ裏。ステージ裏だったの。ステージ裏。こ横ってこと。裏。裏、真裏。真裏。だから、要はジャンボさんが着替えたりとかするのに、俺は後ろでスタンバってた、ずっと。お前ら席に座ってたわけじゃねえだろ。何言ってんすか、これ年がバレますよ。いいの別に。高校生だ。あれ、お前まだいなかった。いない。いなかった。ちょうど高3。あれ、あの飛天の間来てないの。来てない。高菜プリスの。来てない。だから高3だって。あ、そうか、まだペイペイか、お前は。ペイペイどころか、グリップの握り方もわかんない。そうか。いや、だから俺はあの椿百十郎とかのやるのの衣装をね、はあ、要はあのタキシードとか、あの、はい、何、あの和服のあれとか、そういうののセッティングするのにステージ裏にいた。だからあの高さん、のりさんとかも出入りも俺ずっと目の前にいた、うん、古いね、そう言われると俺も古いね、もう年取ったね。だってその時頭髪ふさふさでさ、ふさふさだよ、もうだって天然パーマだ。俺天然パーマ。自分で言うの。もう髪の毛いらねえわまで言ってたのにさ。でさ俺入ってきた時さ、ちょっと僕あやべえなって感じだった時あったじゃないですか。ね、あやべえなって。なんだっけ、髪。あ、上がってきちゃった。でさ、したらさ、俺なんか髪すきまくってこれだよとか言ってたじゃん。あの頃はね。あの頃ふさふさだった。もうさ、俺いくどんだけすいたってさ、もうさ、いらねえんだよ髪って。それってあの頃の髪を返してくれっていう返してって返してくれやね。あの時すきまくってましたもんね。まあ、ね、若いうちはそうなんだって。もうそのうち小暮も来るかな。俺マッサージしまくりだから。いや、ちょっと顔アップにしよっか。やめてよ。ということで今日はこの辺にしておきます。